口論強い人ってあの筋肉がある人が多いんですよね。まあ、ちょうど今あのメンタリスト大悟さんがわかるわっていうコメント書いてもらったんですけどあのメンタリスト大悟さんもめっちゃ筋トレしてるんですよね。で僕もあのそのそちっちゃい頃あの中学の時にあの剣道部やっててで高校の時にトレーニング愛好会というところでで大学の時にあのえっとと会えっと キックボクボシング愛好会っていうところに入ったのでそのまあ別に強いわけじゃないんですけどその素人相手で喧嘩になったとしてもその怪我をしないで殴られるぐらいの殴られ方は分かってるんですよなので先に殴られてあ殴られましたって警察に行くとそこであのなんか色々あのいろいろ慰謝料ゲットみたいなのがあるのでっていうのがあるのでその相手を怒らせて殴られるっていうことに対して別にその怖がらないですよねだからその口論強い人ってその相手がその怒るようなことを平気でガンガン言うんですよまああと性格悪いと思いますけどだそのなんかあの大悟さんがその嫌いなシーン 的にそのあの面と向かってあの窓から飛び降りたらみたいなことを言っちゃうみたいなのもその言いたいと思ったことを言っちゃうタイプの人だと思うんですよねまあ僕もそういうタイプなのででそれで相手が起こったとしてもなんとかなるっていうのがあると思うのでなのであのその口論強くなりたい系とその組織に属さない系の人っていうのはそのある程度そのあの肉体的な能力を持たないとその要はあの殴られて嫌な思いをするとまああの萎縮しちゃうじゃないですかなのでその萎縮しなくて済む能力っていうのがあった方が人生楽しいんじゃないかなと思います えー、マッチョは嘘をつかないゆえに思ってることを言ってしまいやすいと嘘はつかないが自分の気のうちにも嘘をつけないのでマッチョの浮気率が高いってなりますよね <laughs> まあそうだマッチョの浮気率高いってその筋トレをしている代表さんが書くとあの俺浮気するぞっていう反抗予告だと思うんですけど大丈夫ですか <laughs> あの僕そのマッチョではないのであの全然浮気はしないんですけどマッチョの人がマッチョは浮気率高いって明らかにおかしいと思うんですよね <laughs> だからなんかほら俺浮気するって言ったんだから浮気してももう俺悪くないよねみたいな。<laughs> 気をつけてくださいだからあのテストステランさんとか浮気しまくりなんじゃないですかね。はい、えっ、ー、とメタリスト大悟さん「僕は一夫多妻制ですから大丈夫です」「宗教的に OK」と。はい、<laughs> まあ、日本で結婚しちゃうと訴えられると結構でかいですからね。まああのずっとその離婚した後もなんか養育費とか払い続けると結構長くなっちゃうんじゃないですかね。あそれだってダルビッシュ有さんとか年間5億とか確か養育費払ってんじゃなかったっけそれかなんか年間1億とかだっけだから結構お金持ちな人ってあの離婚して養育費払うことになるとそれなりの額なので。 大変なんじゃないかなと思いますけども、はい、えー。メンタリスト大 a さん、ひろゆきさんを習ってフランスに逃げます。えっと、僕、あの、うちのその彼女というか、あの、あのサ君というか、奥さんというか、妻とフランスに来てるので、別にあの、僕、逃げているわけではないと思います。はい。